はい、どうも、100名選手の島井と長野と坂薙です。はい、来たぞ。来たぜ。お久しぶりです。お久しぶりです。もう2ヶ月ぶりとか。マジでそんぐらいした。もう手震えてた。なかなかスケジュール合わせて来れなかったんですけれども、私服にもなったし、髪も切ったし、イケメンギャンブラーになろうぜってことで。そういうことだ。ちょっとガンガンボートもね、これからやっていきたいと思ってます。はい、今日マジ久々のガマゴールだし、うん、お母さんにもさ、まあ、長いこと会ってないわけじゃん、うん、ちょっと店行ってくる。バーってね、挨拶したい。ちょっと安心させに行こう、うんうん、一旦じゃあ最初お母さんとか行こうか、うん、行こう。かける前に、こんにちは。こんにちは。すごい、ちょっと待って、めっちゃ怖いね。お母さん緊張してマイナスからスタートしたからね、お母さんとは。そうそう、その時に初めて会ったから知らない人。やっと見せれたね。そうね、本来の6面ステーションを。本当に緊張してたよ、うん、緊張してたよね。緊張してた。かっこよすぎちゃったから女の顔してた。ネスだ。今日はどうします？まあなんか、まあ久々しさ、個人でのんびりやるのが一番いいかなと思う。あ、そうだね。ちょっと引っ張られちゃうとね、破滅する人もいるし。そう、今日は優勝戦まで遊ぶから全然その別に入らんし。なお調整入場3番の国家選手1キロご覧になります。あと5時間遊ぶ。いや、今日は2本3本動画作るつもりで やろうよ。じゃあ全レース当てればいいって話。そういうことか。簡単。じゃあやっていきます。じゃあということで4レースからやっていきます。展示見た感じ、ちょっと4号艇光ってましたね。めっちゃいい。めちゃくちゃいいね。うん、ターンの後の伸びがめちゃくちゃ良かった。スムーズにエンジンに力がつながってるなっていう。あ、でも3号艇の本田さんもいいよ。いや、そうなんだよね。地元の A1 だからね。強い。うん、まあ、スタートがスリットが綺麗に揃うなら全然1逃げれるんじゃないかなって思いました、僕は。ただ信じたいよね、センター勢を。ちょっとそういうレースな気がする。金ないんですよ今。なんで？これ買っちゃったからさ。いいね、これ。うんないよって言ってポタジェ。お前ここの動画に引きずるんだ。ポタジェ1万、1万負けたわ。お前1万言ってたの？1万言ってたの、うん、あれ。はい、俺は314前3の本田選手強いん で結構売れてるし、まあそういうことだろうと思いました。私大穴狙います。4頭の123、これ全部4万円ぐらいします。これやばいよ。来たらやばいよ。241234と242341で1が着に入ると信じて頭開けしました。1頭は誰もいないんだ。確かにいないんだ。これは1頭来ます。これ1頭で、これは1頭来るね。結局1頭かーって言って入るんだ。マジ全く同じ絵見せてあげる。緩やかな追い風を読みながら進入タイミングを取ります。一般線の第4レース、枠番通りの3対3の体型です。1秒スタートしました。4番いいよ、4番いいよ、4番いいよ、クソいいよ、いいよ、来た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 。そこだじゃん。1についてこいつ来たー。大阪から5号艇の方がお客さんに行ったんですが、4号艇行ったが、こちらのスタート行きますので、あれ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 と14になっちゃってるよ。ぬぬぬと、ぐぐぐと、ぐぐぐと、手前でくっそ。最後は聞いて船が向いたんですが、しかしながら4号艇の便。うわぁ、やっぱ1か。やっぱ1か。行けたよな、一応。よかったね、俺らマジで。32倍ついてたからね、でかかったわ。次はアウトに上手い人がいるんだよね。この人はモーター抜群。5、いや、5はいいね、確かに。5がいい。5はめっちゃ良かった。5です。はい、5レースです。これしか見えんかった。1256、1526と。あ、こちら剣入れです。販売中。じゃあ私もいいですか。56が A1、A2 でね、12頭が割とオッズがいいということで、12の全流しってことですね。いいね。はい、まあ、あるんじゃないかな、これは。いや、2はね、うん、いいと思う、うん、スタートもね、悪くないからね。まあね、ちょっとね、1が多分もうお化けモーターなんですよ。いいね。2連率 47.37% だからもうスリットさえ揃っちゃえばここ1勝ちます、絶対逃げます。なので僕たちはこう、はい、で、あんた変えました。5頭の16前と1
6-5、です。これだったら誰か当たるんじゃないですか。当たると思う。なんかこんだけ広い。昔が当たる。5頭は悪くないと思う。もう買えんかったの俺はそこは。ちょっと夢だね。夢です。うん。まあ、156ならじゃあ当たり一緒に当たりだね。12ってきた場合は誰か。これは12も買ってますよ。1256の。じゃあ一応友達入れるか。俺が今2人を繋いでる感じね。うん。どっちとも。一番仲いいもんな。なあ。はめられたはめられた。さあ確かに壁作ってくれ。とりあえずアウト勢来られたら困る。あいやんじゃない。あいや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 ちょっと警戒出してぜ。あ、4秒来た。これ逃げられる逃げられる逃げられる。大阪しっかり逃げさせ逃げさせ大阪し。うわぁ、オッケー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 完璧。ゴーゴーゴー上がってこい。完璧完璧。6はるよ完璧。6予想3潰して6が3潰せばもう完璧。もうこれしか見えんかったんやって。これだよ。はい、よっしゃ。これ、はい、これ、はい、やいやいだ。おい、いらっしゃい。これやっぱ分かってんのよ。なんもしなくていいよ。なんもせんでいいよ。やっぱおっしゃいおっしゃいおっしゃい。ドロタニダメダメダメ。ドロタニドロタニドロタニキジヤキジヤ選手ね。ドロタニキジヤ選手ですよ。よしあーこれこれこれ。はいはい、マジタニです。はい、簡単。最終項、大内号艇の関口智久、最後号艇の肘谷和樹、3号艇の高倉和人、ラストコーナーを終わりました。日本戦の第5レース。ポリ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 まではいかんけど、ポリポリだな、これは。ナイスゲーム。あー気持ちいい。何倍だ何倍だ。え1260千円持ってるぞ。千円持ってるぞ。わし9900。あのさあ一番人気か。まあいいだろ。一番人気をしっかり当てれるやつが競艇うまいんだよなあ。口が分かる。どういう口してるお前一回落ち着け。お前一回落ち着いて1頭次買ってみる。当たるか。はい、4950円。2950円勝ちかね。はい、僕投資3400円ですね。マークカードまたはお金を数えます。ドクターストレンジおるやん。未来見とるやん。全通り見てる今、うん。何を見つかるんだ。一つだけだ。勝てる可能性は一つだけ。そうだよ。そうだよ。そうではそう。何通りの運命を見てきたわけ。120通り。そうだよ。一個だけ当たるの。三です。三。三。三でどっかに入る。こっち辛いんだよね。13とかだと5倍とかかな。そう最低、ね、134で 5.3倍。じゃあいい未来見てたじゃん今俺。そうだよ。はい、ということで6レースです。はい、ここですね、1号艇の金田選手が A1 の選手なんでね、次に入れてるのが3号艇かな。3号艇の楠原選手なんですけれども、楠原選手モーターがめちゃくちゃ良くて、62番モーターモーター2連率が 49.15% と、さっきの 47% より高い数値出してるんですね。着には入るんじゃないかと。で、3コース結構得意めな選手で、2着内率が38% で、3着内率が 80%、 この半直近半年ですねある選手です。ただ1着になる確率 9.5% らしいですね。まあ、っていうのを考えまして、僕はもうねみんなより先にパパッと買っちゃいました。はい、123132、1000円ですね。はい、まあここザ・ボートレースを見せてくれるんじゃないかと、インで決まるのがボートレースなんじゃないかと思いました。さあ、あと3分ですけど、額面買ったのかな。はい、ですね、はい、これが見た未来を信じるわ、1313、絶着2着に3を入れました。4000円も買ったの。5円ずつ。バカ神ラン。いや、いいな、当てたいから。未来から、未来を信じて。なるほどね。あれ、まあ、317神ランか、ね、普通に13でも10倍ついてる。13今最低 5.9 倍で、そんな
だからオッズ見ないで買ったの。オッズ見ないでね。もうオッズ見ないで買った。未来しか見てないです。草薙さんは何ですか。本命は地頭の4345、はい、で一応ね5頭買いました。5頭買ったの、うん、51の全流し、まあ400円なんで。俺もあとやばい。いや大丈夫だって。勝つまでやれば負けじゃないんだ。そうか、そうか。危ないよお前。まだ人の気持ちがね、人いるんだよ、やりすぎてんだよ。俺らさ、ギャンブル系になってから少しだけだけど、こう収益は上がってるんですよ。お前あの頃戻ってんじゃん。今使いすぎちゃって、ダンボールでなんか作ったりしてた頃に。いやマジでやばいって。違うの。ただ働きくんねお前。本当に俺ただ働きしてるの、ずっと。そうだよね。俺らさ、当てなきゃブラック企業なんだよマジで。スパチャ多めに欲しい。多めにね。スパチャ多めに欲しい。欲しいんじゃなくてね、多めに欲しい。多めに欲しい。10秒前となります。もう遅いよ。1番2番3番4番2番6です。あ、いいよ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 、来た来た来た。すみません、豪邸来た。これ3頭あるよ。あるよ。3豪邸も来ていただいて、いけいけいけ、よろしくお願いします。豪邸、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 3号艇の須原翔太、2番手争いは、さあ5号艇、3号艇当たれば田中状態か、委員会速攻は1号艇、わかんないけど、吉田聡、下田前提正常、めちゃくちゃだって3着、またまた外行こうという5号艇ですが、3号艇の須原翔太、1番、3番、5番手、5番ね、よし、須原翔太が2番手、5号艇、下田さんが2番手、5号、4号艇の、すごい、マジで見えた、本当に見えた。このレースじゃなかったな、見るの一番人気だし。まあ運命はこれだった。2着で3番の須原翔太、3着で500円買ってたよね。来たわ、おめでとうございます。1、3、5、以上です。 5.6 倍。ボートレース7号艇、第6レース、第5レース、ご覧のようにいいよ。これから俺のことロクターストレンジって呼んでね。ロクターストレンジ。もう少し待ってね、もう少し終わるからね。邪念あるな。タバコ吸ってたぞ。邪念あるな。お、あ、終わりました。あれ見えた、返事。一が絶対に逃げる。情報少だ。死ねお前。おい。全部言い訳なんだけど。卵を買わしてた。ネット分かってますもんね。卵とか言っちゃったの。あと卵氷だけ。早っ。資産よ。いくら？3000円。え？早っ。何もじゃねえじゃん。何もねえよ。え、次開始何分後？今やっと周回展示が終わったとこでしょ。暇だな。あのね、もうね、予想とかはもう全部島根に任せよ。俺らは面白で、うん、あの見せ場作ろう。それでちょうどよくバランス取れんじゃない。で、乗る。で、乗る。俺、134のボックス買おうかな。ああ、別にみたいな。じゃねえんだよ。お前がそういうことすると当たんねえかもしんねえわ。134.2倍。7.2倍。あ、一番人気じゃん。一番人気これ。やっぱ一番人気を見る力があるよ。すごくない？乗ってくれ、人気は1号線の山選手に。続いて3号線、これで乗れないと友情が終わっちゃうんで、ここはちょっと友情を取ります。はい、おかしい、友情乗り。そうやな、そうやな。実は4通のはだって一番人気なんでしょ。俺に聞く必要ないじゃん。みんなが言ってたから134がいい。来たぞ。まずはプロフェってことで、はい、周回展示がね、面白い。3000円よく見えたなという見え方。何の時間お前それ答え出てんの。実はこの時間は一般競争で出演する。金がない。今だ、今だ。11万返して。11万返して。何の金？11万何の金？お前に貸してる金。あー11万貸してんだ。1万借りてる。俺貧乏だからさ。友達に11。俺貧乏だからさ。え、なんでそんな。俺もよ。そんな強気で来るの。すいません、今金ないんすよみたいな感じで来てくんないと。なんか高圧的な取り立てをちょっと犯罪。そういう時だけさ、利用すんなよ。法律を立てに。法律とかさ、一番立ち悪いよ。見えないな、俺は。1
1,3,4 が見えてた、うん、見えた人がいんの、見えた人がいっぱいいるから一番人気なんだもんね。あいつバカだ、バカだね、あいつバカだ。一回矢野龍馬になっていい、何いいよ、これ続けてたら生活できるこれ続けてたら生活できる、うん、けど、うん、忘れよだからだからだだからだだからだだから勝てないんだ、きっと忘れよ冷静になりかけたのに。あ、来た、あれ買った1、2差し5と1、5、2差し2100円っすね。立ってみようか、見る必要ある、一応見る、いや俺マージャンしようかな、俺もあの払い戻しのとこで待ってていいの、じゃあそれやってみたら、その方が多分当たった時一番シール出るよ、入れたらうお当たってたって俺見ない見んとく、発見機で確認する、当たってるか当たってないか、うん、じゃあいいよ俺だけ見る、大丈夫大丈夫、リアクション大丈夫大丈夫、リアクション大丈夫だってお前らの方が1点だからもうここのマークで決まっちゃうからさ、まあそっか確かに、 あっちで見てた方がドキドキできるかもね、うん、じゃああっちスマホで撮っといて、見ちゃダメだよテレビ、本当に行っちゃったまあこれでさあいつら確認しに行くわけや、はい、俺が入れて金出てきたら一番面白いよねこれ当ててここここ頼む、 YouTube のタクスを見ててくれ俺が当たるのが一番面白いのよ、始まります。一般仙台勝ちレースは10秒前となります。枠ダウン通りの3対3、1番、5番、3番、4番、5番、6番です。もうスタートいいね。3番、4番、5番、ショート警戒、確かに大事番組1号で伸び返すけど、今日で3秒で大田周、朝から待ち出し、あ、1,3,4あるんじゃない、今日で3秒で3秒まで抜いてしまいます。4号です、ポンと小野上正也、高専回放っちゃ、3番ゾーンの辺りも確保では入るが、それでも伸び方仕立て、三笘出てくる出てくる出てくる、最後まで見ましょう、3番ゾーンの辺り絡んできて、ブラック3号艇チャンス道が開いたが展開が開かない、4号艇クロッと4号艇の小野上正也が当選回、あでも1回したんじゃない、ただ3日目あたりからは、ちょっと待って一番面白いこれ、出る出る今1,4,3だよ、あれあいつら1,3,4だよね、ちょっと待って1,4,3で来い、これ1,4,3で来い、一番面白いから、校長面からボートが次々に返されまして、三笘照之、小野上正也に3号艇、6名さんボックス買おうとしてた、1,3,3と4の、いやこれ1,4,3だよ、うわ俺1,4,3買うのが一番動画的にも正解だったわ、ごめんミスったわ、ごめん、うわ YouTube 下手だった、正解があったわ1,4,3だったわ、瀬戸一番の三笘照之、ゴリン2着で4番のブドウ、ちょっとこれ3着3番見に行きますか、そうだね見に行こうか、音も聞こえてない、音も聞こえてない、あーじゃあ楽しみだね、入れます、この投票券は適通していません、6面も入れてみ、6面も入れてみ、この投票券は適通していません、先着の投票券を、今回のレースの結果1,4,3いや惜しかったよ、1,3,4あったよ、全然見てた方がひりついたかも、ちょっと魚木壊れちゃうから、壊れちゃうから当たってんじゃん、工作しないで、惜しかったな、惜しかったわ、惜しかったな、ね、惜しい、惜しかった、惜しい、返せよ、は返せよ、は返せよ、えごめん、携帯12レース何来るか分かる、もう分かるんだ、分かるよ、何も見てないっす、12は逃げ、よしよしよし、あっぶねえ、いや大丈夫か、これやばいぞ、財布のあえたいと、あ、10円玉もあった、
ってくるのか。